鈴木貴一郎、作家日記。今日のテーマは、嫉妬で書店の棚の小説が読めません問題。<laughs> えー、今日はマシュマロに寄せられた質問です。貴、えー、一郎先生、こんにちは。はい、こんにちは。投稿歴5年目です。うん,ふん 公募で、かつてはいいところまで残りましたが。<laughs> なんでそれえ。現在は予選落ちを続けています、うん。反省するとともに次を目指して書いているところですが、反省してねえと思うぜ。一つ困ったことがあります。うん、どんなことかな。それは、うん、自分より早くデビューした作家さんの本。それって書店にある本すべてじゃねえか および売れっ子作家さんの本が、それ、すべての本だよな。君まだデビューしてないんだからね。君、どんな作家よりも売れっ子じゃないからね。そもそも売れっ子以前に一冊も売れてないんだから。および売れっ子作家さんの本が目に入ると辛くなるということですって。資料本や、 ヒいチロー先生が出されているような小説のハウツーボン。うん。なんかすごく失礼な気分、<laughs> 失礼なこと言われてるような気がしてくるな。まあ、いいや。ええー、ノンフィクションの方は何とか読めるのですが、俺の小説読めよ。<laughs> 自分が書いているのとジャンルが被るエンタメ小説は見るのも辛いです。うん。 書くための資料を買おうと本屋に行こうとすると、話題の本がどんと並べられているので足がすくみ、冷やがせが出てきます。うん。倒れるほどではなく、んここら辺がちょっとまだ嫉妬の度合いが軽いな。まあいいや。今のところ欲しい本だけ、 ささっと買って出てこられますが、もはや書店に行くのが苦痛です。ん図書館でも言わずもがなふんふんアマゾンや通信販売のサイトでは、関連書籍にひょいっと小説が表示されたり、んランキングなども嫌をなく目に留まるため、ふんふん 実店舗に足を運ぶより胸が痛みます。そうかね。小説が原作のアニメや映画やドラマなども目に入れると泣け、目に入るとだよね、これね。目に入ると泣けてきて、それらから距離を置いています。<laughs> つまりさ、小説何も読んでねえじゃん。まあいいや。いい本を読まないといいものが書けないですよね。うん、そうだよ。 本屋には売れていていい本、教科書になる本がたくさん並んでいるのに、最低限しか買わなくなったため、読書量がどんどん減っていて、えー、余計にコンプレックスに落ちるという悪循環ですっていうかさ、<laughs> 売れている本も並んでていか、売れてるも売れてないもさ、まず君、<laughs> 君、どの、 書店に並んでるどの本よりも君はその足元にも及んでないってことの、あ、なんか傷に石を巻いてるな。石を包込んでるな。先生の講座では課財図書があるようで、うん。<laughs> 今の自分の状態ではおそらくそれも辛くて読むことができないと思い。なるほどね。こんなんで入会したらダメだよなとためらっています。 うんと君がためらってるのはそこじゃねえと思うけどな。まあいいや。確実に嫉妬から来る感情ですが、うん、ここから抜け出せないと作家になるのは難しいでしょうが、難しいと思うよ。どうやったら気持ちを切り替えられるか、いい方法がありましたらアドバイスをお願いします。先に行くと、 その、こんな、こういう、あの、嫉妬で、他の、うん、作家の作品が嫉妬でっていう、嫉妬で胸が焼け焦げるなんてものは、一生続くよ。これはもう30年やってても、そう。今君はさ、 自分より先にデビューした、すべての小説だけど、自分より先にデビューした作品について、その胸が焼け焦げるだろうけど、うんとデビューすると、自分と同じぐらいのやつがガンガン売れたりするように胸が焼け焦げて、それからもうちょっと経つと、自分より後から出てきたやつがガンガン売れてきて、自分を追い越すことによって胸が焼け焦げるっていう、そういう現象が現れる。 もうこれは経験から断言するよ。ええー、もう、そういうのは一生続くね。うん。で、それで読めないっていう、そういう、その、嫉妬があるから他の人の小説が読めないよっていう、うんふだったらさ、それってさ、ね、これ、小説読まないとプロになれないよねっていうことは、まあ、自分で自覚してんじゃん。<laughs> 一つ言えるのは、プロになりたいという気持ちよりも、嫉妬の方が大きいんだから、まあ、ほっとけばあって。<laughs> うんまあ、要するにさ、プロになりたくないんだよね <laughs>。<laughs> まあ、あの、世界のすべての小説が、 今の君よりも、はるかにいいってこと、まず、そこを受け入れることは、できてないかな <laughs>。うん。ま、うん。しかしさ、5年も書いててさ、ずっと予選落ち続きってさ、ま、もう <laughs>、 完全に寄せ落,落ちの癖がついてるよね。ねえ、こう、一つ思うんだけどさ、5年も予選落ち続けてさ、なんで5年も予選落ち続けるんだっていうことは思うよ。<laughs> っていうかさ、 予選を落ち続けて何一つ対策をしてないっていうことの方にびっくりするよね。<laughs> 変化することは進歩することではないんだけど、進歩するためには変化することが必要だよね。んだけど、まあ、直す気なさそうだよな。<laughs> あのー、 うちの小説講座の受講生を見ていて、うちの小説講座の受講生を見る限りでは、その万年予選落ちから抜け出せないっていう人は、まあ、一定の割合でいます。で、これ、ま、いろんな理由があるん。あの、読解力が不足している。つまり、その、小説を読んでもこのテーマは何だろうっていうことが理解できないので、そうすると、 自分が書いたものについても、じゃあ自分はこの作品で何を読者に伝えたいかっていうことが、これが理解できないという、まあ人はいる。それからあと、入力が圧倒的に、こう、うん、不足している。つまり書くだけ書くんだけど、その、入力が足りないから書くことがない。勉強しようねって言っても、 まあ勉強する。例えばほら法律の勉強しようだとか、ああまあなんか専門技術知識をこうやろうとか、あの、うん、<coughs> まあ、その放送大学なり通信制の大学なりって、まあそういう勉強しようとか、資格を取ろうとかっていう話はしても、まあ、聞く耳持たないっていうこと、 タイプははやっっぱり予選ちはずずずっと予選選落落ちちずと続けるよねただまああのー、こうとりあえずさそういう人でも受講を続けているということはえっ、ー、とね作品公表こう他の受講生の講義でこういう話って繰り返しやってるでこういうことを言い続けているつまり聞き続けている あの、受講を続けている間は、今のままではなんダメだ。なんとかしなきゃ。っていう、そういう気持ちがあることには違いない。ね、そして、まあ、毎月毎月他の受講生の講義で勉強しようね。入力しっかりしようねって、まあ僕は言い続けてる。基本ね、ほとんど毎月毎月同じ話をしてる。で、この毎月同じし 同じ話をしてる。なぜ同じ話をするかというとある一つで、あやっぱりやらなきゃって思う時が必ず来るのでその時のために先生としてはできると思う時やらなきゃと思う時が来るまでずっと繰り返し話をしてるそれはどういうことかというと受講しているし続けてる間はまだなんとかしようという意欲があるよね 予選落ちをしていてもきっといつかなとかなるだろうっていうことはもう。ただし、この、この質問してる君、君だよ君。ね君さ、予選落ちをずっと続けてても、じゃあ何したの何にもしてないよね。 そのこうのつまりさあのこうできない理由ってずらっと並べてるけどじゃあ何をしようか例えばその <coughs> こう新しい作品を見て嫉妬で胸が焼き焦げるんだったらじゃあどういうふうにしたらその焼き焦げるあの 心を避けるために避けてそのお小説たくさん読もうかっていうふうになるのかっていうそういう工夫のかけらも見えないよね。ねえでまあ別にうちの講座に行かなくてもどっか他の小説講座に行ってる様子もなくあのさ君 5年も予選,を予選落ち続けてっているのっていうのはさ、すごく大事なことを忘れているんだが、君ね、作品が予選落ちなんじゃないんだよ。君の執筆姿勢、君の心がけが予選落ちなんだよ。予選落ちをしても何も感じてない。 よね。そんなことはないって言いたいだろうけど、どうにかしようって解決してる気ないよね。ここで、匿名の、つまり、自分の身元も隠し、匿名で、マシュマロで、こっそり質問してるだけでさ、これって何の解決にもなってないよね。つまり、 特投稿歴5年目です。工房ではかつてはいいところまで残りましたが、投稿歴5年って書いてはあるけど、それ本当かどうかこちらにはわからない。どんなところに投稿してるのかもこちらにはわからない。かつていいところにまで残りましたがって、そのいいところってどのぐらいまで、最終まで残ったのかねえ、そういうところまで全くわかんない。全く教える気もないし。 んで、こう、何も伝えない状態で、自分は全く傷つかないようなところで、ええー、こう、ただただ、毎日毎日埋めてるだけっていう、そういう生活を送ってるよね、君はね、どういう風かというと、ただ空を、ただ、ただただ、いつもと同じように、原稿用紙を、ただ埋めるだけ埋めて、 空を眺めて、指を加えて、受賞できたらいいなっていう、そういう考えが、そういう、そうやって考えている癖がついただけだよね。ええー。やっぱり、あのね、こう、一応言ってこう、そういうふうに何もしないタイプ、何もせずに、ただ、こう、 書いてきましたっていうキャリアだけがついてるタイプっていうのはね、一番伸びるのが難しいんだよね。伸ばすのが難しい。あの、結局さ、ゼロからこういうところ、国語の勉強しようとか、法律の勉強しようとか、専門知識の勉強しようとかっていうような提案をしても、 そういうタイプって直さないんだよね。そんな手間暇かけなくても、締め切りまでに埋められるから。ええー。うーん。だから、まあ、あの、もうやるとしたら、とりあえずさ、この、 死の後の言ってないで、どこでもいいから小説講座に言っといでっていうことは僕は思う。うーんまあ、厳しいことを言うよう、あ、もう一度そうだな。えー、っと、一応質問の、どうやったらいいかっていうのはさ、つまりさ、うんと、 嫉妬に焼け焦げて書店のに並んでる本が読めないっていう,うん、そういう感情は、それは一生治らないということがまず大事で、これはどうやったらいいかというアドバイスはありません。うんで、そうや、まあ、読まなきゃいけないなと思って分かっていても読めないんだったら、そう思う間は別にプロになるつもりはないんだよっていうこと。で、もう一度繰り返し言います。 あなたはね、ずっと予選落ちを続けてる。作品が予選落ちを続けてるんじゃない。あなたの執筆姿勢が予選落ち。ということです。えー、っと、あ、台本がない。あったあったあった、えー。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。 マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝清志賞、オーリエモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木基一を作家に聞き、そんなところで、ではではでは失礼します。